戦争と戦争の間のおぼろかな。詩人堀田喜佳、俳句を現代詩として多言語で読み続ける。やっぱりこの短さ、こんなに革命的なことはないんじゃないかと。人口はだいたい180名前後ね。ちなみにまだ久高は年明けてないです。まだ寅年です。あ、旧暦なの。旧暦です。白波の明るさ、時が向かってくる。私自身はさまざまな詩を書くんですけど、俳句ってのはやはり究極系だっていうのがね、自分の中にあるんですね。で、自分にとってそれは生き方でもあるんですね。日々人間を乗り継いでゆく神の旅。